信号の間にパッと直しただけだから全然ダメだ。ああ。ひどい。ひどい画角だ。あと熱が大丈夫かな。ちょっとさすがに直そう。よいしょ。そう、本当はね。あれ、なんだったっけ？だから話がぐちゃぐちゃになってましたけど、本当は、あれでしたね。今日編集する予定だったんですけどね。いやー、こんだけ天気いいとね、出かけたくなっちゃうんですよね。まあ、一応朝一に2本動画作ったんで、いいかな、いうことでね。あと土日も相当作りましたからね。うん。まあちょっと手間のかかるやつが多かったんで。数で言うと15本ぐらいかな、ですから。1日7本ぐらいなんで、そんなに数が作れたのかな、という感じではありますけど。まあでも、後半は、まとめ動画のね、やつをね、一気、ガーッと編集かけて、まあというか、画面見とるのがしんどくなったんで、長時間動画のね、編集をかけといたら、エンコードしてる間はね、どうせ、パソコンいじりようがないんで、そうすると、あ、ちょっと疲れたところで、まあちょっと横になってる間にね、2、3時間の動画をね、やると、4K の動画だとね、2、3時間の動画をエンコードかけるのに出力するのに5時間くらいかかって、で、さらに、それを、アップロードするのに2時間くらいね、かかっちゃいますんで、光回線でももうそれぐらいかかっちゃいます。全然かかる。サーバー負担とね、あれがでかいですからね。通信負担が。はぁ。ということなんでね。まあ一応それなりに、まあ一応6月の頭までね、動画を作ったんで、まあ一応最低限の分は作ってあるかなっていう感じですし。まあまだちょっとね、後日時間もありますからね。まあ、天気のいいうちに、やっぱお出かけ系はね、やっときたいなっていうのがあるんですよね。まあ、ほんと今日いい天気。やっぱ天気のね、いい日にね、部屋に引きこもってるとね、すげえ、そうした気分になっちゃうんですよね。だからまあ、ついつい出かけようと。まあ、どうせ出かけるならと思って。ただね、この時間からだとさすがにちょっと、リュークはしんどいかなと思ったんやけど、パッとね、車のやつを調べてみたら、まあ、とにね、2時間ちょい、まあ、今から2時頃には着くっていうぐらいのね、計算になってますから、じゃあ全然向こうでね、見る時間もあるし、まあ、最悪今日ね、1日なんですけど、2日二日、なんだったっけ？そうですね、二日も大丈夫なんで、別に、車なんでね、途中で、江戸前してもいいし、まあ、そのままふらーっと、どっかちょっと、低いの奥まで行ってもいいですし、うん。まあ、やっぱ車の方が、そのあたり自由度に効きますしね、まあ、何より、その九頭竜湖の周りを回るには、やっぱちょっと車でないと相当しんどそうなんでね、で、条件が合えば、ちょっと、九頭竜湖線も、ちょっと乗り鉄をしたいなとは思いますけどね。うん。道の駅がどうなのかな？置いてね、ちょっとその電車の利用に、も、しても大丈夫ですよ、みたいなところだったら、あれなんですけど、ただね、一回乗って往復しようと思うと、電車の待ち時間の兼ね合いで、3時間半とかね、それぐらい折り返しの電車が車にかかっちゃうんで、かなりね、車だったら30分ぐらいで行けるところなんですよね。っていうことなんで、これは、さすがに、そうね、ちょっとね、利便性がね、っていうところがあるんですよね。うん。本当は、乗ってね、その模様もお届けしたいところなんですよね。これね、かなり本当に、日帰りは本当にしんどいね。
本当、日帰りだと、駅前行って、まあでも結局そこで2時間半とか、時間ができちゃうのか、3時間近く時間ができちゃうから。そのあたり見て回るっちゃ回るんですけど、歩くとその九頭竜湖のあたりまでの、その観光地回りをするのにも、歩くと3時間ちょっとしんどそうな感じなんですよね。ですから、しかも2日帰るってなると、9時のバス、あ、そう、ちなみにバスもね、ちゃんと調べてみたんですけどね、バスが最終のバス。最終のバスが、まあ一応ね、考えてたのが、今晩から出発して、福井で一泊してね、で、福井駅から九頭竜湖駅まで電車で行くとかっていうプランを考えてみたんですけど、帰りがもうゴールデンウィークの真っ只中なんで、バスがね、全部ね、満車満車になっちゃってたんでね、夜の便。のね、もう後半3便ぐらいはもう全滅かなっていう感じだったんで。まあ、それだとちょっとしんどいよなぁと、しんどいよなぁと、思った結果、もう車でチャット行こうとなりましたね。車だったらいざとなったら、一泊して、次の日また、その九頭竜湖からちょっと福井寄りに行ったところに、なんて町だったかな、ちょっと名前忘れたんだけど、九頭竜湖線のその途中駅のところで、ね、に、結構立派な城下町があるらしいんで、そことかもね、今から行ったらそっちも見れるのかな、日帰りでちょっとしんどいかもしれないってなると、まあ、ちょっと泊まってね、とかっていうのができますから。で、車移動だとね、ちょっと止まってとかっていう時に、潰しが効くじゃないですか。別に宿を取ってるわけじゃないですからね。宿も結構、まあ、やっぱりあっちは観光利用も需要がありますからね。結構いっぱいでね。まあ、でもね、そう言っちゃうとね、何のためにじゃあね、路線残しとるんやってみたいなね。多分もう地元もほぼほぼマイカー利用になってると思います。あれだとね。そこはすごく難しいところでありますけどね。利便性向上のためには、やはりもっとね、本数を増やすとかってしないと、一般的な観光に使うのはかなり、いわゆる物好きしか行かねえよみたいになっちゃいますからね。そこが難しいですよね。まあ、本数を増やすって言ってもね、倍にするってね、1時間、2時間に1本、1時間に1本するって言ったら、それだけ、相当な、人員コスト、車両、ね、管理とかって言って、コストがかかるのはね、まあもちろんかかってしまうんですんでね。